昨日、感染が確認されたのは、いわき市で89人、郡山市で80人、福島市で26人など、県内35の市町村と県外で合わせて349人です。感染者数は先週の火曜日に比べておよそ100人減少しました。いわき市によりますと、昨日までに常磐病院で14人、 市内の小学校で児童6人の感染が確認され、新たなクラスターが発生したということです。入院は364人で、このうち重症は6人、自宅療養は2170人、宿泊療養は376人、病床の使用率は49%となっています。